2021年10月26日、中山峠早朝です。函館に向かいます。函館森町のラッキーピエロでテイクアウト。何を買ったのかな？東大沼キャンプ場に到着。今日の基地を設営中。こちらを用意。テイクアウトで買った商品は生ベーコンエッグバーガー、美味しいバーガーをがっつき、自然を眺めながらの食事、良きかな。夕方になったので小沼散策路、夕日の道に向かいます。親子のカモかな。紅葉が綺麗ですね。この時時間帯がよく夕日が映えます。水面の反射が素敵ですね。回るのにゆっくり撮影しながら30分ぐらいでした。キャンプ場の帰り道にもこのような小道があり、スポット撮影場所があります。沈み、夕食の時間帯になり、函館の回転寿司が気になっていたので来ました。欲望のまま注文。こちらはシャチの天ぷら、中トロトロでうまし。やべえ、気にせず注文していたら会計が思っていた以上に。キャンプ基地までの帰りに神話の湯で温泉に浸かり、再びラッキーピエロ総本店に来ました。ライトアップが綺麗で楽しませてくれます。こちらでまたテイクアウト。さて今回は何をテイクアウト。後半早朝に続きます。